Thank you 皆さんこんにちはこんにちは研究ニュースの小宮です、まあ、普段は、えー、トレセンでね調教、えー、担当してますお願いします普段取材担当ですね、えーまあ、いろいろ歩き回ってるんですけどいい情報を探して頑張ってます日々いじりと申しますよろしくお願いします、はい、お願いします、えー、今週は中京競馬場の CBC 賞の展望ということで まあね開幕週、天気がね梅雨時っていうことで天気も微妙かなっていう気はしてたんですけど、まあ、今ね、ね金曜日の予報を見るとそんなにこう崩れないかなっていう感じがするんで、うん、まあ俺的には、まあ、両馬場,場で一応こう考えてもいいのかなという感じで考えてます。 それとね、やっぱり今,今年の CBC 賞は、まあ、例年以上にすごいこう先行馬が揃ってるかなという気がするんで、ね、結構ハイペース予想かなという感じで組み立てました。 で正はじゃあどういう感じでもう全部言うてもらいましたあそうあいやもうんすごいハイペースになるとせやんね呼んでますはい。でじゃあ開幕中ですしねじゃあ本命から行こうかじゃあいじりまさのまず本命からはい四枠八番アレス・バローズをちょっと穴目なところなんですけどはい。まあやっぱね先行馬まあざっと見て四頭かなと はい、どれがいくにも、まあ、早い馬たちなんでそれ見ながら、はいえー、運べるような馬をまず上位に持ってきましたそうやな、まあ、アレス・バローズはここのとこなんか結構極端な競馬、ね、後ろからの競馬ばっかりになってるんやけどもともとはな意外とスタートも速いし、はい、まあ今回 手代わりになったっていうことでねスタートさえ5分ならまあ中段より前ぐらいにはつけれるんじゃないかと いうふううふに思うしだからそれで、まあ、手代わりがあって、まあ、ぼ俺も3番手の印で、はいうん、そういうところで、まあ、この馬には、まあ、十分に俺もチャンスはあるんじゃないかと思ってますす、ね、切れ味で言うたら 1>, うよ、ね、1番だと、うんはい、考えと前回もな、えー、上がり32秒4やし4これはメンバー中最速やったしね、はい、まあ十分に勝つ可能性のある馬だと思います。はい でじゃあ太鼓は太鼓ちょっと大外枠入ったんですけどうん、うん、8枠18番浅草元気ですねはいはい、はい、まあこれをじゃあ推奨理由お願いしますまあこれもホ、えー、まあ3歳馬で、ね、筋量もまあ比較的軽い、うん、53kg53kg なそれでまあ後ろからその先行集団これこそ見ながら一番運べる馬だと思うんで、うん、はい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 こういまあ さっっき言た4頭の後ろ足がこれを目標に運べそうな1番馬だと思うんでそれを2番手なんですけど外枠は速攻ですよねまた極端な18番に入ってしまったが。こっちはもうスタート上手なんで前回はなたまたまこう出遅れたけどそれまでは本当スタートも1番に出るぐらい早かったしねあ今回は。 まあミスなく逆にあと入れですもんねあそうやな、ねね、一番最後入れやしすっといけ,そういけるかなるほどね、はい、で実は俺それ本命やねあどう <laughs> ですか浅草銀行 <laughs> ちょっと枠順見た時にはえっと思ったんやけど、はい、まあね、まあ、前回が本当出遅れてなんかちょっと前残り12着がいったいったの競馬でねまだまだこう足は残してたっていう気が ししたたんんで、はい、まあ新いい一面を見せたんじゃないかなかっていう部分では評価もしていいと思うし中間ね動き調教を見てると2周続けてめちゃめちゃいい動きなんで,で、ねはいじりまあさんも言ったようにサ,ンサイバー五5 3キロっていうのはやっぱり魅力かなとここにそう5 7キロでな走ってるやつやからまあその辺を考えて本命にしましたでじゃあ3番手いこうか三番手はいえと3番手はい 枠の番名これが多分一番人気やんるでしょうねうんうんまあ前回ね本当評価できるはいもう2着馬がねその連投で g 1も勝ったしすごいまねなだからじゃあもう一言ぐらいなんかいるんちゃう 評価したところ大名無事そうやねまあ本当そうですよね俺がしゃべってしもたか今まあまあミルコさんですしねそうなジョッキーも含めてっていうこともあるし魅力十分なんでこの馬多分ちょっと以前はなマイルとかも少し使ったりしたけどやっぱり1002とか1004で切れ味を生かす競馬がベストかなっていう気もするんで 最近後ろからロけは、うん、そうやんな,なん、ね、パパそれでまあでもほらね結果もやっぱり出してるからうん,うんやっぱりそれが合ってんのか、ね、この3頭上位3頭の切れ味ちょっとね見てみたいですよ、ね、そうやんな,どんな勝負するのかうん、うんうん、当然やっぱ大名富士が一番いいかなと思うし安城も含めて、はい、まあ当然上位争いの一投やねそうですね一番いいじゃ四番手を聞きます四番手ね、うん、もう 行く馬はちょっとここではい相手にえー7枠15番ワンスインナムーンですかはいもう速力はもう一番と考えてますはい行くならこの馬かなとは思ってすけどそうなんですねねる行ってほしいな行ってこその馬だとも思うんではい思いっきり行ってほしいなと じゃあ開幕週のいい馬場で前登りっていう逆転があってもこの馬もな、えー、昨年の秋、まあ、スプリンターズステークスその言ってるように逃げて3着やし、ね、上がりも早いしなもう十分にチャンスはあるし、まあ、あとはやっぱりずっと言ってるように同系との兼ね合い 内側がな、はい、どれぐらい引っ張ってくるかっていうことがポイントにはなると思うけど当型馬が全部うちという<な>内そうそうそう <laughs>、はい、そ当然やっぱりこの馬が息切ってしまえばなこの馬がやっぱり前残り、うん、まあ俺も一応印は売ってるんで、はい、十分に可能性はあるかなと思います、はいまあ、あとじゃあちょっとえ怖そうな馬いないもうそれでいい <laughs> ああできよさそうなのはアクティブミノルですかね、うん、ああはいはいチョキョとかみたいな感じでは一応じゃあ印は回そうかなまあその次なんですよはいああ5番手で五番手で俺はアクティブミノルに関してはちょっとその先行争いに巻き込まれるん違うかなっていう感じがするんで、まあ、印は打たんかってちょっと4番手でねえー、まあこれもそこそこ人気すると思うけど ペイシャフェリシタ、はいうん、これすごく充実してるし重傷でもうん重賞でも佐のない競馬したことあるしね、はい、中京と意外と実績ある,る中京コースの実績があるからじゃあ一応これを4番手にしたっていう感じかなまあ意外と上位は難しいねんけどまあその言ったあたりでなうん、うん、馬券的には決まるの馬券かなっていう気はしてる、はい、うん 伊集院まさのこのレースの一応おすすめの馬券の買い方そうですねもう本命馬もう差し切るとアレス・バローズはい、はい、もう決めてでもう3連単の はい一着一着付けで一応そのおすすめやからおすすめですねはいでじゃ二三着に入れるのはアクティブそうですねアクテ大名富士の二頭を二着につけて浅草元気と大名富士あそうですねごめんなさいはいであじゃもうめっちゃ絞って買うそうですねはいもうおおそれぐらいじゃ自信があるいうことやねカネスバローズまあ来るなら勝つとなるほどそうですねはい。 わかりました、まあ、俺は、そうやな、まあ、浅草元気本命でうん、まあ、枠順が18番に入ったんで、まあ、これをやっぱ軸のして「生まれん」まあ、12番「大名富士」8番「アレスバローズで」ペイシャフェリシタ16番も買いたいし「でワンスインナムーン」あと10番の「ながらフラワー」たりまで、まあ、5点ぐらい流してもそんな損はせんやろし。はい まあ一応その辺を考えてますこんな感じかな上位もねまあ上位はあれやからね、はい、まあ大名富士が一番人気やろうと思うんで、はい、その辺で考えてますとあとはね春からまあ研究ニュースもコンビニプリント新聞始めました、まあ、見たことは現物見たらすごい見やすくて<お>レース単位になっててすごくいいんで、うん ローーーソンファミリーマートサ,ークル系サンクスで買えますんでぜひお試しいただけたら嬉しいと思います以上ですありがとうございましたありがとうございます